い、こんにちはくんです。ということで今回はビーチっぽい感じのね、イメージのマップでやっていこうかなと思います。おい、いや、一番ビーチっぽいやついるぞ。君今回 MVP 取んないとね。君絶対 MVP だね。まあ、このマップのね、まあ、特徴としてね、あったあった、上もすでに行ってる人がいるね。ここのね、スライダー要素があるんですよ。まあ、このスライダーをかくれんぼでどう使うかっす。このか、ちょ、オパシ、オパシどけ。おい、ちょ、かくれんぼが、かくれんぼじゃなかったらスライダー楽しめなくなったぞ。大渋滞起こってる。ちょっと待って。ちょ、俺にもそれ踏ませ。お願い。よし、来い。しー。おい、オパシやめろ。詰まってる。詰まってる。よし、突破。何してんだ、お前。よし。ということで、まあ、このマップね、この建物がちょっとめんどくさいかもね。あと、この池とか。何それ。これ新しいエモートじゃね？みんな持ってんのこれ。これ今流行りだな。何してんの黒猫君それ。それボクシングもうそこオワコンだよそれ。はい、ということでやっていきましょう。皆さん MVP 目指して頑張ってください。はい、ということでね、まあ、今回、まあ、ちょっと15人なんで、まあ、1人1分でまたいけるでしょうということで、1人1分でやっていきましょう。じゃあはい、隠れてね。はい、開きまーす。オッケー、行くぞ。さあ。まずは、ちょっと待って。お店屋さん、ダブルチーズバーガーのセットで、オニオンとピクルス抜きで、あと、ポテト L サイズで、コーラは L で氷抜きにしてください。あと、単品で、あ、すいません、あ、まだいいですか。単品で、L のポテト1つと、あと、ナゲット1つ。あと、バーベキューソースお願いします。あと、あ、ちょっともう1個いいですか。もう1個。スマイルいいですか。よし、行きましょう。忠実にクンさんがマックに行った時の注文の様子を再現しました。おい、なんか今コソコソコソってなんかゴキブリいたぞ、ゴキブリがいる。意外と潜り込める場所が、あれ多分あのゴキブリではないよね。多分、俺見たのは水色バネゴキブリだから、ピンクバネゴキブリじゃなかったと思うんだよ。おい。何やってんだよ。おい、待ちなさい。おい、水色バネゴキブリ待て、ほら待ちなさい。よし、さてピンクどこ行った。この中が、ほーん。まさか逆側から来ることになるとはな。おい、ちょっと揺れるな君。よし、さてピンクバネゴキブリどこ行ったの結局。いなくな、おい。何やってんだよ。傘こそ。よし。まあ、こういうね、ネタ勢はね、すぐ死ぬんすよ。うん、またお店屋さんあるんすかこれ。隠れるな、君。よし。さあ、バーキー来ました。それ何その音。この裏か。その音なんだ。この上か。こいつか。おい待てい。なんでみんなあそこ行くの。おバナナ、バナナ出てきなさい。もう隠れんぼ見つかったらもうアウトだよ。バナナくん嫌がった。おい温泉バナナ、そのバナナ腐るよいつまでもそこいたら。よし、まだ落としてんのこれ。なんだこれ、明らかにこれ、死体ね。これ地下あるだろ、これ多分。地下の潜入経路あるぞ。ちょっと待って、見つけよう。ここは？ほーん、ここは地下に通じてないか。地下に通じている道がない。なんでじゃあこいつは下に潜ったんだ。どうせお前テクスチャの隙間使ったんだろ、お前。だってこっから多分、ちょっと待って、これで。なんだこれ？何があるの？この下だろ？なんかさ、ほら壁みたいなのあるんだよ。見て、この隙間みたいな。この隙間みたいなの見えるか、みんな。この隙間の奥にさ、壁あるんだよね。ほら。地下あるぞ、これ。おい。これ地下あるぞ、ここ。ちょっと待って。どうやって行くんだ、これ。ちょっと待って。この建物に5分はかけたい。5分はかけるぞ、建物に。あれ？森の妖精じゃね？あれ、森の妖精だぞ。何やってんだよ、お前。おい。何やっとんじゃ、お前。
森の妖精この森の中にいなかったな。てかサボテン見つけてねえよな、まだ。まだサボテン死んでないぞ。やばい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 。ちょっとサボテン殺してねえ。てかサボテンが、あ、ここか、地下。これだな。地下通路発見したぜ。なんだこの地下。ここはなんだ。なんだこれ。入れねえぞ、しかも。あ、入れた。なにここ。ほーん。研究室か。何の研究室だこれ。これ死にそうだな、これに当たったら。これ奥とかさ、これ地下じゃね、奥。おい。あ？なんだ？あー！エイリアンの実験してんのか、ここ。これ映画で見たわ。エイリアン、エイリアンコブナントって映画で見たわ、これ。だからこれエイリアンのこの子供を取り出す実験してるんだな。この胸の中から。でもよく動くエイリアンだな。まあ、ちょっとエイリアンってことで、これ多分オブジェクトでしょ、多分。ちょっと元気よすぎるな、オブジェクトにしては。よし。これ、よう隠れたね、でも。よくこんな実験台みたいなの、この、おあつらえ向きなのあったよな。これはちょっと、これはちょっと思い出に残るあれっす。あ、やばいやばいやばい、もう5分しかない。ちょっと待って。どうすんだ、これ。地下結局行けてねえぞ。どうすんだよ、俺。ちょっと館さささっと探索しよう。地下行きたいけど、館から地下行ける可能性もあるから。ちょっと待って、意外と館広い。意外と広いんだけど、何これ。しかも、あと7人も残ってんの？これ甘く見てたか、俺、このステージのこと。ここは？なんかいそうだな。いないか。ここ入れないか、そもそも。こっちから入るか。いや、多分ここ無理だな。上から見て。これはいなそうだな。ちょっとさささっと屋上まで、見たいな。あー、こんなんもあんのか。ちょ、待って。これやばい。上もあるんだ。サボテンいるっしょ、これ、絶対。こういうところ。いない。ちょ、待って。DVD。俺はね、この隙間を見逃さねえぞ。おい。くそが、マジで。いねえのかよ。あ、いや、いる、絶対。はい、はい、います、います、ここ。こういうので、俺、いないように、匂わせるのが、こいつらのやり方。違う。すいませんでした。マジ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 。あー、はい。どこだ？あ、一人落ちたぞ。ちょ、待って、全然探せてない。全然探してない。そもそも地下も分かってない。どうやって行くんだ、これ地下。あと、サボテンどこだよ、サボテン。これひどいな、今回。マシュメロも、すいません。いただきます。よし。すげえな、こんなとこいたのか。どこやねん、マジで。これ沿いとかいねえか、なんか。この緑沿い。俺サボテンだけは絶対許さねえからな。地下野郎は全然地下の生き方わかんねえけど、多分どっかから入れるんだろ、これ。もうあと20秒だ。ここか？違うか。あ、これだ！これだ！違う。ちょっとマジどこだ？ま、地下で成功すぎ、やばすぎるだろ。これか。ちょっと待って、あと10秒だぞ、もう。おい、地下！あと、あ、これ地下、絶対地下だっただろ、これ。これどこ行ったの、これ。絶対ここでしょ、これ。これ殴ってるでしょ、絶対これ。じゃあこれ、地下に行ったやつが落ちたのか、もしかして。最悪かよ。俺がせっかく最後まで行ったけど、これ落ちたのか、もしかして。途中なんか落ちてた人いたんだよ。はい、ということで何人結局探せなかったんだろう。落ちたやつ誰だよ、マジで。地下いたの誰やねん。マシュメロか？マシュメロ？地下いたの。違う？あと探せなかったら何だ？お、サボテンは？サボテンくんは？違う。おめえか、おばし。お前も地下いない。地下じゃない。地下じゃないの。うん。ちょっと、なんか今の辺ちょっと微妙だったけどな。まあじゃあ誰から行こうか。誰からネタバラシ行くか。じゃあ青クマ見つけてねえな、青クマ。青クマからにするか。青クマ行くぞ。次。次じゃあ、オッパーし、オッパーし。行きましょう。おい、ふざけんな、お前、マジで。落ちてたらやっぱおめえじゃねえかよ。最悪、マジで。こいつのために俺さ、下がってさ、ようやく偶然ね、ここを見つけたにもかかわらず、最後のあと1秒で殺せるところで、君は落ちたと。オッパーしくん。しかもさ、さっき地下お前じゃなかったって言ったら違うって言ったじゃねえか。
マジ顔ムカつく。で、俺たちこっから出られるの？え、おばし、こっから出る方法はない？ないの？こっから出る方法は？あー、これか。次は誰だ、次は。次、サボテン。そう、サボテン、サボテン、サボテン。サボテンは？サボテンどこだったの？どうせ緑の場所だろう。からの戻りの。いや、わかんねえ、それ。それはわからん。はい、次。他は？白バイ見つけたっけ？見つかってないよね。じゃあ白バイのとこ行くか。白バイは？あ、まあ見えんか。あそこ見たぞ俺。次、最後だね君。それ行くの？みんなじゃこれで続け。まさかお前。ちょっと誰か銃持ってねえか。はい、ということで、今日の MVP はそうだな、サボテンくんが、まあ確かにすごい隠れ方をしていたが、ただ、まあ、サボテンくんいつもね、こう緑に調和する隠れ方をしてるんだよね。だからまあサボテンくんはいつも通りっちゃいつも通り。今回、まあ一番調和してた隠れ方をしたのは、君でしょう。明らかにあれ君のための研究室だったっしょ。よくあんなとこ見つけたな。はい、ということで、今回は殺すな、おい殺すな、雪男、お前ピーピー言ってりゃごまかせるわけじゃないぞ。はい、ということで死んでしまいましたが、今回は、モンスター君に、MVP 授与しようかなと思います。はい、ということでお疲れ様でした。マシュメロ死ね、バイバイ。あ、そうだ、ちょ待って、阪神タイガース君探したっけ？君まだ見つかってない。ごめん、ちょっと帰るとこだったわ。いいよ、最後にじゃあその隠れ場所をちょっと見せてもらって終わろう。どこだったんだよ。そっち？そこ俺見たよ。ここでしょ？まずメタボ殺していいか。あの、タイガースじゃなくて、クソがてめえ。マジで、おめえのせいじゃねえかよ、完全に。あと、バナナの思わせぶりなあれは何だったの、マジ。降りて殺しとけよかったし、殴りまくってたらいけねえだぞ。連帯責任。君たちは何なの、そのなんか、意気投合っぷりは何、その。むちゃくちゃキモいぞ、その二人。あ、ね、これサムネにしてもいいぐらいだ、メタボとピンクローター。あの、君たちは、あれだからね、あと1分20秒でもう探索開始するからね。君たちの命は、もう俺死神だから死の宣告するぞ。あの、振り向いていたらまだ殺すからね。